旧式空対空誘導弾は、日本の航空自衛隊が装備する、中距離空対空ミサイルである。オムマイナス4とも呼ばれる。主契約者は三菱電機。誘導方式は、初期から、中間誘導は、完成誘導と発射母機からのデータリンクによる、指令誘導、終末誘導にはミサイルに内蔵されたレーダーによる、アクティブレーダーホーミングが用いられる。 中間誘導は両機に引き継がせることも可能。射程は 100km 前後と言われている。1980年代から1990年代にかけて、アメリカではセミアクティブ誘導である AIM-7 スパローの後継として AIM-120 アムロームを開発、配備しようとしていた。アムロームはアクティブレーダー誘導で先代のスパローより軽く、 有効射程、運動性ともに高い能力を持つ優れたミサイルであった。しかし、その開発当初、アムロームの販売先はアメリカ軍とナト o 各国軍のみに限定されるのではないか、との懸念を日本は抱いていた。そのために防衛庁はアムロームと同等以上の能力を持つ国産ミサイル、オムマイナス4の開発を決めた。 1985年頃から技術研究は行われていたが、1994年から本格的に開発が開始された。これは1999年に99式空、対空誘導弾の名で採用された。オムマイナス4の特徴として、指令送信機、シーカー、近接新艦などに特殊な変調方式を採用していることが挙げられる。 これによりオムマイナス4は敵のレーダーミサイル警報装置に探知されることがなく攻撃可能である。この変調方式は FCS レーダーを使用した指令送信が不可能なためオムマイナス4運用のためには J-ARG-1 と呼ばれる指令誘導装置が必要である。また、送信機に旧来用いられてきた進行破綻に代わり小型高出力かつ安価な ガリウム筆素半導体フェットを用いたことにより、ロックオン性能とタイ ECM、クラッター性能が向上し、応行目標にも対応可能となっている。さらに、完成誘導装置に小型で、応答特性の良好な光ファイバージャイロを搭載したことにより、誘導性能が高くなっている。もう一つの特徴としては指向性破片弾頭の装備が挙げられる。 この方式では、近接進艦が内蔵レーダーにより、敵機の方向を正確に把握し、集中的に攻撃を仕掛けるので、ただ破片をばらまくだけであった、従来の近接進艦と比べると、より効率的に大きな攻撃力を与えることが可能である。アクティブレーダー誘導と指令、管制誘導を併用し、指令、管制誘導の必要ない射程であれば、 打ち放し能力を持ち、ミサイルを発射後に誘導することも可能。また、AIM-120 が対航空機船に主眼を置くため、近接進艦で弾頭を炸裂させれば良いのに対し、航空自衛隊が求める OM-4 では、対艦、対地巡航ミサイルの迎撃も重要視している。このため、ロールの実現や、 デュアルスラストロケットモーターを採用し、AIM-120 と比べ団体も、大型となっている。これにより射程は、AIM-7 に比べて2倍近く伸びており、アクティブレーダー新艦と試行性弾頭により、撃墜率も大きく上昇している。また前述の特徴により、エクセム能力、多目標同時射撃能力などが、AIM-120 を上回っているようで、 防衛省の平成13年度の政作評価書によると、AIM-120B と比べても、スタンドオフレンジ能力では1割以上、上回っているという。優秀な民生技術を大幅に取り入れて、性能を向上させたのと同時にコストダウンしたらしく、ライセンス生産した AIM-7 に比べると、安い。小松基地で講習が行われる際には、 視認性を良くするために着色されることがある。OM-4 は重いため1機あたりに搭載できる数が限られてしまうことや命中精度向上のため機体ミサイル間の通信量が多くなり機体のセントラルコンピュータやデータバスに大きな負担をかけることなどが問題点とされている。また、OM-4 は a i m 1 2と比較し1インチ太く 大型の制御翼を使用しているため F-4EJ の後継機である F-35 への搭載において問題が発生する可能性がある。F-35 の兵器システムを担任し AIM-120 を販売するレーセオンによれば F-35 の胴体内兵器層への装着は極めて困難で機体側の回収は可能だろうが 加えて、兵器システム用ソフトウェアの書き換えなどの手間と費用を考慮すれば、実績のある AIM-120 を F-35 と共に導入することが合理的との見解を示している。それに対し、F-35 の製造メーカーであるロッキード・マーティンのスティーブ・オブライアン副社長は、長さがほぼ同じであれば、スペース的な問題は生じず、 太さ1インチの差というのは大した差ではなく装着用アタッチメントを変更するだけで済むのでこのことが大きな問題になることはないとの見解を示しているそのためアムロームの購入が行われ2014年12月12日アメリカ政府は AIM-120 の日本への輸出を承認したまたオム -4B のシーカーを ミーティアに搭載した改良型の開発が検討され、2014年に共同研究を行うことが発表された日本とイギリスの間でシーカーを共同研究することが決定された。試作型シーカー部以外は、オムマイナス4のものをそのまま用いている技術研究本部で2002年度から2008年度まで、王項目標対処能力の向上による攻撃範囲の拡大。 巡航ミサイル対処能力の向上、スタンドオフレンジと自立誘導距離の延伸による武器の残存性の向上、エクセム能力の向上による対望外性の向上、及び数百万円の価格低減を目的に99四季空対空誘導弾の開発が行われた。OM-4B はシーカーをアクティブフェーズドアレイに変更し、 新方式の信号処理機能を追加したことにより、OM-4 と比べて、スタンドオフレンジで1.2倍、自立誘導距離で1.4倍、AIM-120C-7 と比べて、スタンドオフレンジでわずかに、自立誘導距離で1.4倍の能力がある。また、レールランチャーからの発射にも対応した。調達初年度の2010年度予算からは99。 四季空対空誘導弾に名称が変更され、F-15 近代化改修機を中心とした、戦闘機部隊への配備が進められる。技術研究本部で、2000年度から2007年度まで、川崎重工業を主契約者として、o ス4の固体燃料ロケットを、ラムジェットエンジンの一種のダクテッドロケットエンジンに、代替し、射程延長等の能力向上を図った。 ダクテッドロケット飛翔体の研究が行われた。ダクテッドロケットエンジンは次世代の中距離空、対空誘導弾の推進装置として採用される可能性がある。同クラスのラムジェット推進ミサイルとして、アメリカのフムラムやロシアの R-77、p d やヨーロッパのミーティアがある。技術研究本部で、オム -4 をベースに、 艦隊空探ミサイルの RIM-7、MC スパローの後継となる、週末アクティブ誘導方式艦対空誘導弾の、ズリム -4 の開発が行われていたが、SM の採用と防衛費削減により開発中止となっている。その後、2017年度から、新たに零産式中距離地対空誘導弾をもとに、下 SM の後継となる。 新艦対空誘導弾の開発が進められている。ありがとうございます。